皆さんこんにちは、ライスです。今回はポケモンレッツゴーイーブンやっていきましょう。今日はですね、久しぶりにミュウツーをお供にしました。せっかくなので今回はミュウツーのマスタートレーナーがいるところに向かおうと思います。マスタートレーナー戦は戦ったりするトレーナーが多いんですけど、ミュウツーとミュウとあとメルタンとかかなはですね、強いポケモンを連れていくと OK らしいので、とりあえず店に行ってみたいと思います。あれ、今にも先に走っていっちゃいそう。目細くなってる。で、場所がですね、今いるところの石地区じゃなくてグレンタウンになるので、そこに向かいます。ポケモン屋敷の地下のところにいるらしいんですが、私まだ行ったことないのでとりあえず行ってみましょう。実はあのメルタンとミュウもですね、こっちに動かしてないんですよね。なので、まあ、今後ねポケゴーから動かすときに一気に動かそうかなって思ってて来なかったんですよ。ちなみにミュウも確かね、ここで同じ場所なはずです。迷子になってるんだけど、どうやって行ってたっけ。一番上の方まで上がってから、なんかはしご降りた気配がする。ここ行けなくなってるね。あれ、まあいっか。まあこの人やってない。ラッタくん、コーチトレーナーの人やってないね。ってことは技マシンもらってないってことかも。あ、結構いる気がしますね。あら、まあ、カジバ泥棒かと思ったわ。あれ、結構違う格好してたんだけどな。カジバ泥棒って男の人じゃない？まあいいか。コーチトレーナーさん、ヨシカが勝負を仕掛けてきた。多分なんですけど、旅始めてからコーチトレーナー戦ってないところの方が多くって、回ってはいたんですけど見落としやっぱりありますね。技マシン後を売ってるやつだけかなって思ってたんですけど、そんなことないっぽいんで、これもまたあの各地をまたストーリー流れで回ってみようかなって思います。とりあえず倒して何もらえるのか見ようと思います。なんとなく技マシンな気がするんだけど、違うかな。まあハイパーボールだったりしたりもするもんね。10万ボルト。まあまあ、スタートレーナーのミュウは戦うバトルがないから今使っちゃってますけど、あったらどうしよう。確かなかったはずなんですよね。うん、幻のポケモン系は、そうそう、マスタートレーナーとのトレーナーバトルはね、確かない感じになってたはずなんですが、悩む。まあいっか。ちなみにあのサイコキネシス一回抜いたんで、後でまた入れに行こうと思います。忘れてた、抜いちゃったんだった。ちょっとサービスしちゃうね。やっぱり22。イワヌダレだ。お、持ってなかったんだ私。そういえばなかったね。岩系の技マシン、ステルスロックしかない。うわー、これ嬉しい。中につけよう。とりあえず上上がって降りようと思います。きたー、メタモン。ここにメルタンがいるね。ミュウは発見。ミュウツーについて、9月1日、ポケモンミュウツーは強すぎる。ダメだ、私の手には負えない。横にいるけどね。この方が書いたわけではないとは思うんだけど、まあいいか。話しかけてみます。私はミュウツーマスター。究極のミュウツーを追求する存在。
非常に強いミュウツー、一度見てみたいものです。あれ、私のミュウツー非常に強くはないってこと？ダメなんだ、レベルかな。あれ、え、どんななってたかちょっと見ますね。え、これって基準何なんだろう。 CP が基準かな。強さを見る、してみたいと思います。レベル、レベルかな。レベル100まで持っていけばいける。レベル70の時に出会って72、まあまあ2レベしか上がってないもんね。そう、 HP 防御と素早さ最高なんですけど、まあまあが 2個あんだよね。そこかな、飴で上げたらいいのかな。これそういうこと、ここで CP 分かんないですもんね。そうだよな、レベルしか分かんないんだよね。まあいっか。またあのミュウツーはね、強くしてレベル80とかまでいったらもう一回来て見てみようと思います。どれぐらいなんだろう。ってことは多分ミュウとかもメルタンもそうなのかな。せっかく岩なだれをもらったということで、ちょっと見てみたらリザードンに岩なだれを覚えられそうなので、せっかくなのでマスタートレーナーのリザードンに行ってみたいと思います。そうしよう。74レベルなんですけど、まあ一回戦ってみて何レベルまで上がればいけるのかとかもね、やってみて決めようと思います。技もなんとなくこれでいいかなっていうのをつけてからバトルやってみます。今のところマスタートレーナーは私が勝ったのって EV だけなので、まあ御三家を先に3体とも勝たせたいなとは思ってるんだけど、どうかな。ちなみにリザードン、カメックス、不思議花もだったかな、ポケモンリーグのところから石英高原の、チャンピオンリーグに向かう方と逆そう、チャンピオンロードの方に降りていくといるらしい。到着。23番道路ですね、この辺りみたいなんだけど、見てなかったんだよね。あ、いたいた、リザードンマスター発見。とりあえず行ってみますか。持ち技は少し変えてみました。相手もリザードンということで、炎飛行タイプなんで、そこに当たるように一応ですね、雷パンチは入れたんですけど、私リザードン作った時にワイなんだよね確か。なんで物理の雷パンチは X にしたいんだけど、どうしようかな。あ、岩なだれ入れるの忘れた。自信のままだった気がする。まあ、とりあえず相手の持ち技を見ます。守るは入ってると思うんだけどな。身代わりは一応入れてきたんですけど、初手守るじゃないかと思うんで、とりあえずメガ進化を Y でさせて様子を見る。本当はね、雷パンチだから X なんだけど、とりあえず技見るっていうことで、岩なだれを入れれば特殊技だから Y で生きるはずと思っている。まあいいか、雷パンチ使ってみようか。うまく決まらなかった雷パンチ。あ、最初の一発もらいました。でもこれしか入らない、抜群だけどね。やっぱり X にすればよかったかな。でも使える技が雷パンチしかない私が入れなかったからですね。身代わりは一発なんだ。相手も雷パンチが入ってますね。守る雷パンチと、あと2つ何入ってるんだろう。身代わり、もうちょっと、あー、雷パンチばっかり使われる。ちょっと身代わり使えないじゃんちょっとちょっと、え、技見れない、どうしよう。まあ、雷パンチ打っとくけど、速さが向こうの方が速いので
これ戻ったら速さの飴を使ってあげようと思います。どこまで上がれば超えられるか分かんないんだけど、とりあえず使おう。そっか、竜の波動も持ってましたね。ということはここから変えるんだったら、とりあえず岩なだれを入れるのと、あとちょっとレベル上げた方がいいと思うんで上げます。そうしよう。外さないでほしいんだよな。命中率90なんですよね。結構私岩なだれ外してるイメージがあるんで怖いんですけど、まあ、地震は飛行タイプの相手なんでもう使えないんで、ここにとりあえず埋め込みます。あとちょっとレベル上げてから向かいます。終わりました。行きますか。僕はリザードマスター、私もリザードマスターになりたい。強そうなリザード持ってるね。そう言ってくれるのはありがたいんですが、まだ勝ててません。つらい。はい、行きましょう。エリートトレーナーの剣が勝負を仕掛けてきた。相手もリザード、うまく決まってくれればいいんだけどな。岩流れ中心に使おうと思うんで、やっぱ Y のまんまでメガ進化は Y でさせようと思います。で、守るに変えてきたんで、体力を削るっていうのはしなくていいんだよね。あとはリフレクター使った方がいいかなと思って、それも入れ替えてきました。とりあえずリフレクター、初手守るだったらリフレクターうまくかかるし、雷パンチなんでちょっとは削れるのが抑えられるんじゃないかな。あ、守るだ、よかった。リフレクターにしておいてよかった。はい、そしたら守った方がいいかな。2回守るはそんなしないんじゃないかと思うんですけど、岩なだれも打っていいかな。あー、竜の波動だ、守らなかったから入るけど、これもきついんじゃない。おー、141残り、どこまで削る。あ、半分まで来てる。2回当たればいけるんだ。守る、うわ、相手も守るなんですか。でもまあ打ってもダメだったからいいですね。え、もう一回守る、岩なだれする。岩なだれにしたい。入るかな、怖い怖いけど、もう一回入ればいける。行きます。リュウの波動だ、ね、残るんじゃない。あ、勝てたかもしれない。頼む岩なだれ、これで削ってくれ。はー、ちょっとだけ残ってる。なんで、どうして。守ろう、守るしかないと思う。え、これリュウの波動で残るかな。今何個残ってる HP。 うわー、あ、これまずいかも。竜の波動って、いや、でもあれですね、守ってばっかりでもしょうがないから雷パンチしよう。相手のリザードの雷パンチ、これはダメだこれはダメだあ、いいとこまで行ったんだけどな。なんかレベルな気がする。惜しくなかったですか今。多分レベルだと思うんで飴使おう。78まで上げました。これならいけるんじゃない。もう一個、ね、今ね間違って A ボタン押しました80レベルとかだったらいけんのかな。で、速さも入れて、向こうのレザードンが速さいくつなのか分かんないんだけど、とりあえず見てて竜の波動とあと雷パンチしか多分持ってないので、雷パンチ側で守るを使います。防御がね低かったから、もともとこれで上げて、そう、攻撃も低いんだよね。特攻が高いので Y にしているんですけど、特防も低いから竜の波動もちょっと入りやすいんだけど、まあドラゴンタイプじゃないからいいことにしましょう。これでいいんじゃない、ダメかな、難しい、もうちょっと変えるべき。空を飛ぶ入れてみる。
飛ばせる。いやでもだって雷パンチはやってもな、同じ竜のハード入れてもしょうがないような気がするんで、空を飛ぶを入れてみよう。せっかくだから一枠全く使ってないので、リフレクターをね、ケイル、なんかかけてもかけなくても変わんない気がするって思っちゃいました。1手そこで終わっちゃうんですよね。守る使えばいいんだけど、リフレクターも使っちゃうと2手そこで終わっちゃうから、先に攻撃されるんだよね大体。あ、でもあれですね、ちょっとずつこうやって変えながら戦うの楽しい勝てるかどうかっていうところで勝ちたくなるから、飴使っちゃいますね。また貯めようと思います。飴はどうやって貯めたんだっけ。飴の貯め方もちょっと調べて飴貯めます。他の子にも使いたいもんね。飛ぶか、守るでも大丈夫かな。早いかな、早くなったかな。あ、守るだ。向こうが早い、向こうもは、向こう、まあ、わかんないや、どうしよう。とりあえず守るだったからいいことにします。空に舞い上がれリザードン。そうだ、雷パンチが来ても一回は大丈夫。よーし、一回は大丈夫。空を飛ぶってどれくらい入るんだろう。ちょっと少ないけど、少ないな、少ないけど、まあ守るよりはいいよね、当たらないし。トリッキーだけど空を飛ぶって良かったのかもしれない。岩の誰行くか、行きます。雷パンチ耐えられるでしょ。1回は耐えられるんですよ。2回やると厳しいので、岩の誰、あ、もうちょっと、これ空飛ぶか岩の誰かすごい迷うな。どっちか入れば決まりますもんね。多分空を飛ぶ残らないと思うんだけどな。残るかな。一番最初の一発目で結構削れてた記憶はあるんだけど。あー怖い、岩の誰にする。あー守られてる、守られてる。空を飛ぶと削れる、不安すぎる。どうかな、これで、これ残ったら残ったでいい。あーでも残ったら残ったでもう一回耐えられそうな気もしなくもないんだよね。120なんでしょう。空飛びますか。あー耐える耐える耐える。おお10ちょっと。これで、ね、削れれば勝てる。削れるかな。あ、いけた、やったー、いけました。これからリザードン戦う皆さん、空を飛ぶ使える。最初から使って話すんだけどね。まあ勝てたのでいいです。よかった。なんてこった、君のリザードン強すぎる。そんなことない、何戦したと思ってるんですか。ここで多分動画にはなってないところあるようになりますね。あのね、30分戦っちゃってるから切ります。もう決めた。間がないはずだけど、私これリザードン30分戦って何戦してる、10戦いってないけど8戦とかはしてるはずですね。調整しました。はい、速さの飴結構使って挑戦したんですけど、あの速さが分からなかった一体いくつのリザードンだったんだろう。まあ、とりあえずリザードンマスターはもらいました。まあお役に立てれば嬉しいです。ということで、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!